大久保忠世は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。松平氏の家臣。三河国ぬかた軍、上和田の大久保氏の支流である、大久保忠和の長男。蟹江七本槍、徳川十六神将の一人に数えられる。天文元年、徳川氏家臣、大久保忠和の長男として誕生。大久保氏は、徳川家康の祖父、松平清康から松平。 徳川氏に仕えるようになったと言われ、忠代の家はその主流ながら、手柄の大きさから、おじ、大久保忠都の本家をしのぐようになった。忠代も、A66 年の三河一行一期や元気三年十二月の三方ヶ原の戦いに参陣し、武功を挙げた。特に三方ヶ原の戦いでは、敗戦後に三方を励ます目的で、天野安影と共に武田氏の陣のあった。 再けがけを闇夜の中重撃して混乱に陥れ、敵の大将である武田信玄に、さてさて、勝ちても恐ろしき敵かなと称賛されたという。また、天正三年の長篠の戦いにおいても弟の忠助よりのなる世正一、草壁貞義と共に活躍して、織田信長から良き公約のごとし、敵について離れぬ、公約侍なりとの称賛を受け、 家康からは、ほら会を与えられた。同年12月、家康から二股城の城主に命じられた。忠代は、武田氏の来襲に備えて、城の改修を行ったが、現在二股城跡に残る、天守台や二股城の向かいに築いた、鳥麦山城の庭園などは忠代によるものと、考えられている。また、天正年6月の本の変に、家康が、 死なのに勢力を広げると、ただよは、新州総奉行として、小室城に、在番、与田公国の監視を務めている。天正十三年の上田合戦にも、鳥居本忠、平井は近吉と共に参戦しているが、真田正幸の前に敗れている。家康に反抗して、追放となった本田正信の帰産を助けたり、井い直政をたしなめたりしている。天正十八年、 後北条氏の滅亡により、家康が関東に移ると、豊臣秀吉の命もあって、小田原城に4万5千石を与えられた。文禄三年死去、去年63。法名、両芸院美達大古事。大久保家の家督は、着男、忠下が相続した。ありがとうございます。